はようございます。 JPBS 岡部光孝です。はい、JPBF 神谷氏パパです。はい、JPBA 有田秀明です。A と F が共通されるまたやってきました、あの神谷氏ラジオの時間です。そんな名前やな。もう喋らなきゃなってるよ。喋らすけやな。今日も DJ 神谷氏の音です。まあね、ポケットをね、まあどうだろう、25年プロやったんかな、はい、JPBA 在籍でね、はい、うん、で2年前に JPBF の方に、まあ、あの移籍して、はい、今はもうねその3のプロとしてやらせてもらってるんですよね、はいはい、奥村プロパターンですね。そうです。もうね、ミスター、まあ、ミスター大先輩のね、ちょっと後をね受け継ぐような感じなんですけど、だからね、そのね、まあ難しい競技ではあるから、うん、その知識もまあ全然不十分やねんけど、まあ、ただその楽しくやってはいるんで、めっちゃ奥深そうですよね。ポケットより奥深いイメージですけど、僕はあんまりスリーつかないんで分かんないですけど、まあ見ててっていうか、なんとなく、はいはい、僕なんかは5年前ですかね、あのポケットのプロになったんですけど、うん、正直スリーは多分2、3回しかするわけです。2、3回、周りにつく環境がなかった。ないです。あ、でも僕もそうだったけどね。僕今奈良県のお店でプロしてるんですけど、そもそも奈良県にスリークッションの台がないです。ああ、時代もないね。時代もない。まあ同郷やから俺もね、うん、うちの県と一緒だ。鳥取県、島根県もスリーの台は1台もないです。ないよね。まあ触ることもなければ台もなければ、うん、まあ、あのつきたくもつけないよね。つけない。だからその点は本当に寂しいことではあるんやけども、あのぶっちゃけ言うと、あの面白い。面白い、うん、いや、もちろんね、うん、興味はあるんです、うん、もちろん。ただ台がないから触ることもないしね。そうです。ただそこに自分を行こうと思ってもやっぱ大阪まで出やなあかんとかな、あのアリちゃんやったら岡山とかまで行かないね。岡山近いところでも岡山ですね。だからその辺はやっぱりどうしてもそういう弊害があって触る機会がない人が多いのっていうのはちょっと残念。だからね、僕もあの3はあの東京にいた時の最後の、はい、お世話になったお店が鈴木剛プロがやってるルーツっていうお店で、そこで、まあ、あの3を、まあ、たまに使わせてもらってて、はいはい、まあ、面白いし奥深いし、と思ってたんですけども、まあまあやっぱ当然ポケットのプロなんで、まあ、ほとんどの練習をポケットしてて、はい、でまあ今ね、あの地元に戻ってお店出して、はい、まあ、3置いてくれっていうね、若干あの要望もあったのはあったんですよ。だからなかなか僕がその3相づきできるかっていうとできないし、まあ、選手っていうかつく人もどれだけいるかちょっと分かんないんで、はいはい、まあ今ポケットだけになったんですけど、僕今正直あの3はまあ台がないからつけないんですけど、カイルに結構よくお客さんと相づきするようになって、はいはいはい、まあちょっと近いって言えば近いですか。そうですね、当てるゲームやからね。そうですね、だからなんかそれで余計面白いなと思って。そうですね、はい、カイルがすごい、うん、面白い。うちの店で今ジンで、3が5台あるんですよね。5台、すごいですね。もう日本でもかなり多いものなんですか。そうやね、5台言うたらなかなかないかな、ね、北海道に今ね、6台にするけどね。キャノンさん、正直どうなんですか、そのお客さんの、まあ、数の割合というか。割合はね、どうだろうね、5分の1、スリーがですか。はい、ポケットがやっぱりそんだけ多いってことですね。5倍ぐらいあるってことだね。ただまあ、どうだろう、ポケットの子もスリーつくし、うちの店スリーつく人もポケットつく。ああ、いいですね。だからそういう感じで、まあ俺、まあ、なんていうかな、
お店の営業的に、はい、そのスリーとポケットの隔たりをなくしたい。もともとポケットのプロやったし、はいはい、今はスリーのプロやけど、はいはいはい、でもポケットつく人もスリーついてる人の名前を覚えてほしい。ああ、うん、はいはいはい、ね、でポケットつく人はスリーつく人もポケットついてる人の名前を覚えてほしい。うん、だから名前を覚えると、あ、何々ちゃんつこうやとか、何々君つこうやとか、もうポケットもちろんスリーついてる人がポケット行って、はいはいはい、何々ちゃんつこうとかって、はい、できるやんね、はい、その交流がね、はい、うん、だからそういう部分で俺はそうやってこう、もううちの店はと、まあ、得意なのかもしれへんけども、その隔たりをなくしてる。いや、でも理想じゃないですか。なんか僕ね、うん、ちょっとか、まあ、聞いたりなんとなく雰囲気で、うん、正直、まあ、歴史をもしかしたらね、スリーの方が長いっていうか、はい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 、ね、まあ、まあ、選手層っていうか、まあ、あれも全体的にあの高いじゃないですか、うん、そうやね。で、まあ、多分奥深いのはスリーだから、スリーの人が若干ポケットの競技を、まあ、ちょっと下に見てるとか、そうやね、なんかそんな雰囲気があるんじゃないかなって。わかるわかるわかる。でそういうのってね、なくしたいじゃないですか。なくしたいなくしたいね、まあ、どっちも面白いっちゃ面白いんで。そう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 、だからそうやって交流持てばね、そう、そういうのもだんだんなくなってくると思うし。そうそうそう、だからね、スリーの人はね、やっぱりちょっとポケットなんてっていうのよね。あ、でポケットの人は、うわ、スリーなんて敷居高い。あ、うん、でその辺をちょっとこうなくしていきたい。あ、ですよね。そしたらもうちょっとね、どっちも競技ね、そう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 、増えると思うし、そう、だから俺も一応プロやってるけども、そのポケットから興味あるっていう人は、うん、じゃあスリーつこうやスリーつこうやって言って一緒にスリーついたりとか、うん、やっぱやってるし、うん、一番できますよね、架け橋になりますよね、架け橋からね。そう、だからね、何がいいってポケットと違うところは、うん、まあポケットはちょっとお金かけようか、何かかけようかっていう、そのなんかこう あれがあるよね。うん、でもスリーの場合は何にもかけない、あ、うん、何にもかけずに自分がそのトライしていって成功してやったっていうのを楽しむゲーム。 あとなんかスリーで相手のショットをすごいなんか素直に褒めれるっていうか、そう、わ、ナイスみたいな。そう、そう、だからね、スリーを褒めるゲームであって、ポケットはなんかこう争うゲームというか、おかしいけど、言い方おかしいけど、勝負のゲームというか、うん、そう、どんだけハードが強いね俺はみたいな感じのところがちょっとあって、スリーは、まあ、実際ゲーム的に難しいから挑戦していくゲーム、うん、あー、だからちょっと意味合いが違くて、当たらなくてもしょうがない、うん、ポケットの場合は入らんかったらお前下手やなって思うけど、3の場合は当たらなくてもしょうがないねっていう、そのなんかちょっともうゲーム性の違い、うんうん、それでもう全然お金をかけなくても一生懸命つけるというか、うん、その当てることに対してもうひたむきに頑張るみたいな、うん、そういう意味では新しくする人らも入りやすいかもしれないですか、うん、そう、だからね、あの難しいから当たった時に嬉しいよね。ああ、ですよね、うん、ですよね、そう、うん、だからね、ポケットでいう軟球をもう薄いカットとかバンクとかをさ、ズバーンって入れたっていうその感じになるのよね、当たった時、はい、自分の思い通り描いたコースをたどって当たったっていうのがすごい嬉しいじゃん、はい、うん、でそれに対して、それに対してこう一生懸命こう狙う、うん、で次の場合はね、簡単な球ってないのよ。ないですよね、うんうんうん、もう本当に穴前の球というのは本当になくて、うん、ポケットみたいにね、うん、この辺あたりは大体で入るみたいなじゃなくて、うんうん、やっぱりちゃんとスピードもひねりも動点も間違えずにちゃんとつけるっていうので初めて当たるゲームやから、うん、だからその辺はちょっとね、難しいことではあるんやけども、当たった時の達成感がちょっと違うって、あのギリギリ抜けた時もう結果がもういいねみたいな、当たらんのかいそれみたいな、そういうゲームだよ。もう僕ら試合でもそうやってあれが当たってたらなっていうのもしょっちゅうある正直な。でもそれがまた面白くて、ね、だから逆に言うとそれが当たった時に本当に嬉しい。あ、うん、なんか見てても面白いもんな、スリーだ。そうそう、見てれるよね。あ、見てます、ね、スリーはね、やっぱりね、ポケットと違って何が違うかって言ったら、やっぱり
どれを成功するんだと、これ成功するのと思って見れるのよね。うん、ポケットはどこで外すの。ああ、そうですね。だその意味合いがちょっと違うので、あ、これも入る、これも入るじゃなくて、この球どうやって当てんのやろって考えて見れるっていうところが、もう全然違くて、ちょっと根本的に楽しみ方が違う。全然違うね。で、まあ今やもう韓国なんてすごいことになってて、もう本当にね、まあ一応ポケット。